が大変でしたね。それはタコツボ漁は、まあ、名の通りそのままタコツボを海中に仕掛けて、まあ、タコのその何て言うんですかね、習性を生かした取り方っていうのがタコツボ漁なんで、今年は去年より少し量もあって、まあ、値段もそれに負けず劣らず落ちてもないんで、まあ、いい方向ではあるのかなって思います。はい、特徴はやっぱり味ですかね。噛めば噛むほど味が出るっていうタコがやっぱ一番の魅力かなとは思いますね。やっぱ美味しいと思いますよ。休み明けということでかなり豊漁の水揚げがありました。まあ、販売の方も順調にいってるんで、量の方も順調に上がってるんで、今年の場合には全ていい状態で推移していくような気がします。ちょうど年内20日過ぎから大晦日にかけては本当に大変な忙しさを迎えることができればと思って期待しているところです。